ウィリアム・トマス・サドラーは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州バッファロー出身の俳優、ビル・サドラーとも表記される。子供の頃は音楽に熱中していたが、高校生の時に演技に目覚め、ニューヨーク州立大学のジェネセオ校で演劇を学んだ、あと、奨学金を得て、コーネル大学でも学んだ。卒業後に、舞台俳優となり、12年の間に75本に、 出演するなどニューヨークの舞台で活躍。その後映画やテレビにも多く出演している。ダイハード2のスチュアート大佐をはじめ悪役が多い。フランク・ダラボン監督がスティーブン・キングの小説を長編映画化したショーシャンクの空にグリーンマイル・ミストの3作すべてに出演している。テレビドラマではロズウェル星の恋人たちにレギュラー出演したほかローオーダー。 サードウォッチ、トゥルーコーリング、CSI、科学捜査班、スタートレック、ディープスペース9などへのゲスト出演もある。ありがとうございます。